皆さんこんにちは。山形県山形市出身、山形のひだまり娘、工藤彩乃です。テレビを見て検索したよっていう方、ありがとうございます。私が本物の工藤彩乃です。どうですか、テレビで見るのとはまたちょっと違うと思いますけども、ぜひ聞いていただいたら嬉しいなと思います。私が演歌歌手デビューするきっかけとなったのは、東京都北区が主催で行われました現徹夜北の演歌座2010新人歌手発掘オーディションというオーディションで大賞をいただいて、現徹夜先生の門下生となり、2014年さくらんぼ恋しんぼという曲でデビューさせていただきました。そして今私が一生懸命頑張っている曲は花咲く丘という曲です。恩師現徹夜先生が私の歌声を昭和の忘れ物と称してくださいまして、その歌声が生きた平成の青春歌謡となっております。なんかこう懐かしいなとか覚えやすいななんて思っていただけるんでねえかなと思っております。ぜひ皆さんの近草お邪魔した際は挨拶していただきたいんです。詳細はですね、こちら工藤彩乃のオフィシャルホームページ、ぜひご覧ください。オフィシャルでツイッターホームページね、ツイッターと、フェイスブックもやってますので、ぜひクリックして見ていただいたら嬉しいなと思います。ならばぜひお待ちしております。間違った工藤彩乃でした。